天草市津和町。潮が引くと歩いて渡ることができるのが小さな無人島亀島です。この日やってきたのは天草市内の6つの窯元や家族連れなどの16人。早速土を掘り始めました。もうこの辺からは粘土質の花火。粘土質の島の土から焼き物を作ろうというイベントです。東京芸術大学美術学部の三上亮教授が監修します。無人島で陶芸に挑む初めてのプロジェクト。陶磁器に関心を持ってもらい後継者を育成しようと、地元の協議会が島を下見し、粘土となる土や水の確保などを進めてきました。この日、子どもから大人まで参加者が形作った思い思いの作品。天日干しした後、近くの窯元で丸1日かけて乾燥させます。島の土からどんな作品が焼き上がったのでしょうか。天草市の無人島亀島の土と水で焼き物を作る体験イベント。作品を窯に入れおよそ5時間焼いていくと、みんなが作った一つ一つの形がまた他と違っていいな。おちょこを作りました。お父さんと参加した小学生が作ったのは、今回何を作ったんですか。指です。指、ちょっと箸置きとかいろいろ使います。楽しかったです。子供より楽しみました。ありがとうございました。島の土と自由な発想からたくさんの作品が生まれました。自分の普段使っている食器はこういうふうにしてできるんだというふうなのか、その辺の気づきというのが得られたらよかったなというふうに思います。で、皆さんの顔を見てると本当に生き生きしてたんで、今後ね、そういう、まあ、陶芸の広がりとしてこういう取り組みもね、一つ重要なものになっていくんじゃないかなっていう。無人島で陶芸に親しむ、ここでしか味わえない体験となったようです。